まあ、警察も警察行政と言いますし、はい、市役所もまあ市の行政ですね、はい、この同じ行政であってもですね、やっぱり市役所入ってみると警察よりは市の方がまだ私はダメだと思います、うん、警察はまだ縦割りですからね、はい、縦割りでその案外指示というのが伝わるんですよ、うん、でも市役所になるともう職人労組がいてシャットアウトしたら完全にもうこうですよ、うん、だからこちらが指示しても伝わらない、うん、だって市民サービスというのは当たり前のことなんですよ、市の市役所の職員は、うん、だから市役所に人が来られたらいらっしゃいませって言ってもおかしくないんですよ、うん、住民票とかで来てもね、うん、戸籍総本でもそうなんですよ、うん、いらっしゃいませでいいんです、うん、それがねしてやってるという感覚ですよ。あでやるその職員からもね、うん、私のとこへまあ一応、まあ、直訴状みたいなのがあったわけですね、うん、何とも言ってくださいと。そうしたら自分のセクションでは時々職員がまあ休んでいなくなる、うん、そうしたら一人になる、うん、そうなってくると市役所へ来てくれる方の接待するためにトイレに行くこともまあ行きにくい時もあるんだと。だから職員を増やしてくれと言うんですよ。じゃあその1日何人来るのと、8時間のうちで何人、平均15人だよです1日、うん、1日15人の応対するだけで年間その人800万のお金取ってるんですよ、うん、1日15人の応対してねトイレ行けない時がたまにあるからね職員増やせてるんですよ。この発想なんですよ市役所職員の一部はね、うん、そういう時にはトイレ行くからちょっと待ってくださいと言えばね市民の方は待ってくれるんですよ、うん、それを職員増やすためにいくらのお金がいるんですか、うん、自分がトイレ行くというためにね職員を増やすというその発想がね、うん、全くね進歩ないなと思ったんですね、うん、その50代の人がいるんですよ、うん、1日150人200人来てね、うん、食事もできない。私2日から今日で10日間で昼ご飯食べたことはもうめったないんですよ。ずーっと仕事ですよ、うん、取材も含めて、うん、今日なんかトイレ1回も行ってません、うん、だって家から立ちからでしょ。でもそれはいやそれはね、うん、それぐらいのことはねサービス的にしなきゃいけないんですよ、うん、もう私のようにしろとは言いませんよ。だけどその感覚をもっと切り替えないと、うん、自分がそれもトイレ行かなかったこと何回あるのって言ったら1週間に1回かとかね感覚違うでしょ、うん、それが平気であるんです、うん、なら竹浦市長が言うのまた先場さん良くなったんですって言うからこれで良くなったら笑われますよって言いましたよ、うん、いやこれで良くなったんで、いかに以前はひどかったか。で入札なんかでもねもう私ら仕事してましたから分かりますよ、はい、それは職員とね業者がね、まあ、議員を通じて数字を漏らす、いわゆる談合に加担する、これは全国あります、うん、だけどここでは今のところは価格をオープンしてますから、だから同じ価格で業者が来るわけですよ、うん、最後は抽選ですよ。じゃあ抽選はどうしてるのかって聞くとまだ不正が入れるような抽選の方をしてるんです。だから次回から私がやると、うん、単なる線を引いてねそしてこう隠してねまた当たりくじが真ん中ですよって言うたら真ん中引くやないですか、うん、そうですね、でしょ、うん、だからそこへ横棒を引けばねそれこそ網ではないんですけど横棒を引けばそこを隠せば、うん、向こうからはなんぼ職員が漏らしたところでここからしたら私しか知らんことですから、うん、だからそういうふうに次回からはします、うん、だからなんて物を買うにしたってねもうまあこういうものを買うときに3社まあいると、はい、1社だけしか見積もりを取らないんですよ、うん、それをもとに予算を組んでそれで3社を入札させるんです。それは入札かけた一番そのあれでしょ、予算出したとこは一番強いじゃないですか、それは、うん、それを彼らは公平だよんですよ、うん、100社にね見積もり出せなかったはいい、それは手間もかかるでしょ、うん、3社とか2社しかいないねものを買うときに全員にね見積もりを持たせるとこれは公平ですよ、うん、それはできてない、うん、
だからそういう根本的なことがね、はい、まあ市長がやっぱ心配していることですよね。市長も自分の、まあ、あの家がですね、あの建築関係ですから、はい、もう公共入札は一切しません、入りません。そのことによって公平性が担保できますから、